イトコルトルミット、東グリーンランド語、イートコートロミット、西グリーンランド語、エレカートロミット、プロナウンスド、発音、イットオックトンミティは、東グリーンランドセルマーシックの自治体。旧称はスコルズビスウーン。2013年の時点で、人口は452人。旧称のスコルズビスウーンは、北極体験家であり、捕鯨者だったウィリアム・スコアズビーに由来する。 彼は1822年に最初にこの地域の地図を作成した。現在の名称イートコートロミとは東グリーンランド語方言でビッグ・ハウス・ド・エラースを意味する。この地域は北極グマ、ジャコウウシ、ヒキ,キャク類などの野生動物で知られている。グリーンランド東部、グリーンランド海に注ぐスコルズビスンフィヨルドの北岸の川口近く。 リバプールランド半島の東南端に位置する。イトコルトルミットの教会アイナーミケルセント80人のイヌイット入植者により1925年に開かれた。彼らはグスター・ベホルムという船でやってきて北東グリーンランドのすでに知られていたイヌイットの集落から南に400キロメートルのところに入植した。サウスウェスト・オブレーター・デインボーグ1823 当時の創始国デンマークの北東グリーンランドへの関心の高まりにより入植が促進された。同時に植民地化は足しイラクの悪化する生活条件を改善する狙いがあり、入植者たちは多かり少なかれ自発的に入植してきた。そこは帰脚類、生打ち、一角、北極馬、北極狐ツネが豊富な地域であり、すぐに繁栄した。しかしその前に、 様々な廃墟や、考古学遺物がその地域自身が、これまでイヌイットの密集地であったことを証明している。イトコルトルミットの家々グリーンランドにおいて、地理的に最も孤立した街の一つである。エアグリーンランドにより、イトコルトルミットヘリポートとネレイリットインアー空港の間を乗客を運び、校舎は1年に数ヶ月はボートでも行くことができる。南東グリーンランドのクルスクと同じく、 エアアイスランドから毎週レイキャビーク便が2便発着している。エアグリーンランドはクルスクから残りの地域に迂回便を提供している。地元のハンターはクジラと北極グマカりから生計を立てており、そしてそれは現在に至るまでこの地域の重要な文化及び経済である。肉や副産物はハンターの家族の経済に直接的な役割を果たす。これらの取引により、 利益を得るが、季節によって変動し、不安定である。エビとカラスガレイが近くに大量に生息しているが、海氷の存在がこれらの乱獲を防ぎ、結果として釣りはあまり盛んでない。一方、観光は重要性が高まっている。ユナティックの放棄された建物が、夏の間、コテージとして地元住民によって使用される。人口は、 過去20年間に変動し続け、2006年よりほぼ17%減少した。イートコートロミットポピュレーショングロースダイナミックス、1991から2010情報源、グリーンランド統計ウィキメディアコモンズには、イートコルトロミットに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。